今回は豚肉のケチャップ炒めの作り方を紹介します。食べ応えのある豚ロース肉を薬味たっぷりのケチャップで固めるだけの簡単レシピです。それでは作っていきましょう。材料は豚ローススライス 200g、 にんにく生姜みじん切り各小さじ1、ネギのみじん切り大さじ1です。豚肉に塩コショウをして軽く下味をつけておきます。豚肉の表面に軽く小麦粉をまぶします。豚肉の全体に粉がつくように肉を広げて、できるだけ薄く粉をつけていきます。ケチャップのタレを作ります。砂糖を小さじ2分の1入れます。水を大さじ1入れます。酒を大さじ2入れます。醤油を大さじ2分の1入れます。ケチャップを大さじ3入れます。これをよく混ぜ合わせておきます。鍋に油大さじ1を入れ、豚肉を焼いていきます。豚肉は1枚ずつ取りやすいように広げて分けておきます。それを重ならないように鍋の中に詰めていきます。軽くは弱火にしてゆっくりと焼いていきます。肉を全部乗せたら、肉の色が黒くなってくるまで、そのままじっくりと焼いていきます。均等に熱が伝わるように、鍋を傾けながら火を通していきます。肉をめくってみて、うっすらと焼き色がついてきたら裏返していきます。裏返したら裏面も焼き色がつくまで焼いていきます。このように焼けてきたら一旦取り出しておきます。鍋に油大さじ1を入れます。
にんにく生姜ネギを入れ香りが出るまで炒めていきます。薬味が油でパツパツと弾けるようになったのを確認したら、ケチャップとタレを入れます。ケチャップを油になじませるようにして炒めたら、豚肉をその中に入れます。あとは絡めれば完成です。皿の上に付け合わせの野菜を乗せ、豚肉を盛り付けます。付け合わせの野菜は茹でたキャベツ、ブロッコリー、カリフラワーを乗せました。最後に鍋に残った薬味もしっかりとかければ完成です。今回は豚肉のケチャップ炒めの作り方を紹介しました。ご飯に進む一品なので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。